次はですね、次のお題はやっぱり僕の、ドラムの活動の中からこれは絶対話せないっていう吹奏楽についての話をちょっとしたいと思います。はい、ブラスバンドでございますよ。皆さん、はい、僕はですね、ニューサンズインブラスという、アルバムが毎年出ております。コロナ禍でちょっと今休憩中になっております。1996年に、岩井先生からですね、大、作曲家でございます吹奏楽の父と言われておりますが、岩井先生からですねお話がありまして、1996年にディープパープルメドレーをレコーディングさせていただきましたのがきっかけでございます。そこからですね、ずっと参加させていただきましてですね、はい、27年目ってことになるわけですね。27年、ね、まあ今休憩中ですけども、同じ、そうやって毎年毎年制作してるアルバムで自分がそこまで参加させていただいているアルバムはございません。当たり前です、はい、ございません。岩井先生ももちろんそうですが、あとは真島先生もすごくお世話になりましたね。まあお二人とももう、ちょっと旅立たれましたが、はい、もういろいろな、アプローチをさせていただきました。岩井先生は、毎回いろんなモチーフのメドレーを書かれて、はい、提供されていて、ね、真島先生は真島先生でね、オーメンズ・オブ・ラブもそうですし、宝島もいっぱいありますよね。真島先生もね、いっぱい作品がございます。はい、その中でですね、毎年毎年作らせていただいているわけでございますが、レコーディングの場合は僕はブースに入ってしまいますね。ドラムのブースに入ってしまいますので、それほどその音量のバランスとかですね、いろんなものに対して、まあ気を使うっていうのはおかしな言い方なんですが、そのボリュームコントロールに対しての気を使いはないわけですね、レコーディングの場合はほとんど。はい、でまあ前にモニターがございまして、そこに指揮者の先生が映るわけですね。で映って、指揮者の先生でせーのでやるわけでございます。はい、なんとね、吹奏楽の場合何が一番違うかって言いますと、普通ドラムっていうのはワンツースリーおいドーンって、こっちがですねキープしなきゃとか、こっちがテンポ出さなきゃっていう仕事なわけですよね。それが吹奏楽の場合は全くございません。はい、もう全て先生任せ。はい、盛り上がるとこも先生がガーンってやってくれたところをジャーンってやるっていうね、気持ち的に非常に何つったらいいのかな、楽とは違うんですよ皆さん。楽っていうよりはなんかこう、その指揮者の先生との会話がその曲中すごく楽しいんですよ。演奏の会話が、演奏しながらね、先生こんぐらい言っていいですかとか、ここちょっとでかかったですかで、もちろんせーのです。はい、せーのっつって音を出すわけです。はい、僕がそうですね、ニューサウンズは後世のですね、ウィンドオーケストラ、はい、あと一回シエナと、はい、一緒にレコーディングさせてもらいましたが、非常にそういう場合ですね、なんつったらいいのかな、独特な楽しさがあるんですよ。この包み込まれ方がまたオーケストラとは別なんですね。はい、吹奏楽って皆さんに分かりやすく言いますと、ディープパープルのメドレーであったりすると、リッチー・ブラックモア、ギタリストのリッチー・ブラックモア大先生のフレーズをですね、サックスがやったりするわけですよ。わかりますか皆さん、サックスがやったりするわけですよ。はい、非常にですね、
それがすごくこう面白くてですね、はい、それからあのキングクリムゾンの、スキッなんかね題名書いてあるんですよ。セントガースキッツイドメン、そう、うん、であれもやってるんです。吹奏楽でレコーディングしてるんです。じゃーんじゃかじゃちゃじゃーんじゃーんだかだかだかじゃーんだかだかだかじゃーんだかだかじゃーんだだだやってるんですけど、あのボーカルのダーンガーッジャーデラってあの歪んだ音をなんとトロンボーンがやってるんです。あ、そうなんですね。はい、だからそういうね、あの楽器を置き換えてそのやる吹奏楽の中のあの形もすごく面白くて、はい、でやっぱりアメリカングラフィティって岩井先生がずっとアメリカングラフィティっていう題でいろんなテーマでいろんなメドレーを毎年毎年作ってきたんですけど、もちろん西部劇あり、ね、で SF ものあり、もういろんなアメリカのショービジネスあり、いろんなメドレーを作られてきたんですが、やっぱりその中でもね、その非常に歌物が多いわけなんでインストばっかりじゃないじゃないですか。でそれをこうサックスに置き換えたりね、フルートに置き換えたり、君の瞳に恋してるなんてね、あのフルートですよね、フルート、はい、ね、それは岩井先生も真島先生も両方の先生があのアレンジなさってますけど、もう非常に面白いですね。吹奏楽のやっぱり何が魅力かっていうと、やっぱりあのもちろんギターもベースもエレベも入ってやる楽曲もあるんですが、そこら辺の楽器が一切なくて、いわゆるウィンドオーケストラのみっていうのもあるわけですよね。それやっぱりね、コードが鍵盤でガーンで出さないじゃないですか。皆さん割り振りされてる方たちがコードを出すわけですよ。それがねたまんないんですよ皆さん。もうね、包み込まれるっていうのはあのことですね。あのこと包み込まれますね、コードがね、はい、でやっぱりあのリズムでのビートももちろんあります、うん、でこれはステージ上にオーケストラが全員こういて、演奏してる状態、またはレコーディングスタジオでやってるあの状態の話をしております。だからあのドリルとはまた全然世界が違いますね。マーチングのね、あのフォーメーション組んで指揮者が4人いたりするやつとはまた全然別の世界なんですが、指揮者の先生は中央にお一方いて、それでみんなが演奏するわけですけど、いやー何なんだろう、魅力を一言で言えっていうと言えないんですけどねハマりましたね僕は。レコーディングの場じゃなくて、これをホールでやる場合はマイクはソロ楽器のみです。マイクはソロ楽器のみ、ソロ楽器でもマイクがない場合があります。そういう場合は全員生音なんですよ。生音、うん、あちきも生音、あちきも生音で、生音の場合何が一番難しいって、自分でコントロールしなきゃいけないわけですよね、はい。PA がある場合っていうのはある程度 もちろん自分でもあのフォルテピアノやりますけど、でもフォルテピアノのバランスの取り方が吹奏楽の場合フォルテが6つ、ピアノが6つぐらいあるんですよものすごい広いんですね、はい、そのレンジの広さがあるんで、だからドーンって音がちっちゃくなった時はドラムが聞こえないぐらいちっちゃくなることがよくある。指揮者の先生がこうやって振ってくれてるから、指揮者見ながら、これで合ってるのかな、これで合ってるのかなって、そういう冒険もできるわけです。これはもう吹奏楽ならではなんですね、うん、だから大きくなるとこ小さくなるところのその幅が広くて、小さくなった時にやばい、これはメンバーに聞こえてないっていう不安は一切ないんです。あ、そうですか。一切ない、まあ、指揮者いるしとかそういう、あ、指揮者の先生ありきなんで、自分がダーンとここは本当にちっちゃくしたいっていうところはむしろ一小節ぐらい叩かなくてもいいぐらい、はい、はあ、そういう冒険ができるんです。だからいろんな冒険が吹奏楽ってできる、うん、ドラマーとしてね、うん、私なんか全然経験ないですし、うん、
まあ、ただオーケストラのね、うんうん、演奏をホールとかでやっぱちょっと聞く方としてね、うん、やっぱすごいじゃないですか、うん、あの音圧とか音圧ね、客席にはね、そうそれからステージ上は意外とすっきりしてたりするの、すっきりしてるもんなんですか、うん、ただやっぱりその楽器によって、まあ、オーケストラじゃなくて、まあ、吹奏楽でもそうですけど、うん、いろんな、例えば、まあ、トランペットがいて、うんうん、サックスがいて、うん、バリトンがいて、バリトンがいたり、ね、アルトがいて、うん、テナーがいて、うん、アルトがいたり、うん、あるじゃないですか、うん、ソロでソプラノが来たりね、そうそうそう、でクラとソプラノがこう並ぶってことがあるからね、そうそうそう、うん、でも楽器によっては出音のその音量って楽器ごとにやっぱ全然違うじゃないですか、うん、例えばホルンとね、うん、それはね意外とねフルートも6人揃うと音でかいんだよそうですか、うん、ソロは別だよ、ソロは別、はいはい、うん、で実際その生音で中でやられてる時、うんうん、で多分ドラムって後ろですよね、高所も後ろ目ですよね、うん、あの位置的には、うん、聞こえてんのかなっていうのがすごくなんか、いや聞こえてんの、聞こえてるんですね、うん、ポンって落とすでしょ、ストンって落として、僕って指揮者の真正面が多いんですよ、あ、はいはいはい、うん、だから僕の前に木管系が並ぶことが多いんですね、あ、うん、はいはい、でこっちにサックス、トロンボーンが来て、で低音系が意外とここら辺に揃って、でも楽団によっては一番端に低音が来る、はいはい、うん、まとまってるところもあるんですね、うんうんうん、スーザホンダは一番端にいてベースも、うん、横にいたりするんですけど、はいはいはい、なるべく僕エレベーの横にあの 生ベースを並べて、うんうんうん、こっちかこっちに並べてもらうことが多いんですけど、はいはいはい、聞こえたいからそうこうパーカッションがガーッて並んでるわけですよね、はい、聞こえるんですよ、前のフルートとか聞こえる、うんうん、あれ面白いですよ、そうですか、うん、であともちろんホールの反射板ももちろんありますよ、うん、皆さん、うん、今ってものすごく反射板がよくできてましてねあの秋田にミルハスっていう新しいホールが去年できたんですけども、去年もうできてすぐ僕吹奏楽のお仕事で明桜高校、秋田明桜高校の定期演奏会のゲストで行ったんですけども、反射板がクーってこうやって動く、全部上もヒューッて、それが上から下がってくるんです、ガーッ高さがって、うんうんうん、だからステージ上の周りをうまいこと反射板が全部こう囲めるんです、こうやって、そんな、いや音良かったですよ、すごい良かった、あの吹奏楽って本当に中学校高校、うん、で大抵結構部活としてどこの学校にも結構あったような気がするんですけどね、うん、だから結構経験してる人、管楽器なりなんなり、うんうん、その吹奏楽って、うん、で結構多いんですよね、すごくね、おいおい、いろいろ人と話してても、いや俺高校の時吹奏楽部だったとかってやつって結構いるじゃないです か、うん、だからそういう人たちがね、なんか やめてじゃない、学校出てから も、うん、もう趣味でも何でもね、ずっと続けてくれたらもっともっとね、うん、あれ、僕あの昔ポップスの練習の時に僕が入って、ああでもないこうでもない、でプラスのバランスこうしようねとか言ったりして、その制作メンバーのうちの先生の一人で駒澤大学を何年も一緒に預かって練習したことあるんですけど、はい、面白いんですよ、はい、で駒澤大学を教えてて、例えば旅出たりしますよね、はいはい、地方で仕事で行って、でたまたま会った人が、そういえば先生お世話になってます、僕駒大なんですっていう人がむちゃくちゃ会うわけいろんなとこで駒大に会うわけ、うん、だそんだけね、だから結構いるんですよね、だからご縁なんだね、確かに、で意外と吹奏楽の人多い、多いですよね、多いです、多いです、そうなんですよ、まあまあ吹奏楽自体ちょっと、うん、自分は中学だけだったんですが一生懸命吹奏楽やりましたとかね、高校で挫折しちゃったんですけどとか、そういう中学校だけやってたとか高校だけで吹奏楽やってたって人まで入れたら、うん、もうとんでもない量になる、多分すごい数ですよね、すごい量、本当ね、うん、だからまあそこまでね、うんうん、意外とこう日本の中で吹奏楽って浸透してるわけですよね、うん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 、だから日本のレベルってすごい高いと思います、あそうですか、あとあのマーチングもすごい、ドリルもすごい、あすごいです、そうですか、うん、
今三重県だから強いの、うん、やっぱりマーチングのフォーメーションとかすごいですね。あ、日本は綺麗、まあ、僕はちょっとね、僕はもう見てるだけですけど、うん、やんないですかマーチング。いやいや無理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 。一番最初にちょっとお話あった、その、うん、いろいろトライができるというかね、トライができる、うん、あの演奏する中で、うん、普通にバンドやってるとか、うん、んっていうようなドラマじゃまずできない、できない経験ですよね、それって、うん、あのピアノは出せない。うん、多分そうですよ、だって消えちゃうんだもん。ですよね、うん、ほとんど。でもドラムが消えるってありえないでしょ。ありえないです、ありえないです、ありえないでしょ。叩いてるのにドラムが消えてるってのはまずありえないですよ、ね、まあ休んでる瞬間はあれですよ、別ですよ、うん、いやだからそれってでも逆にトライはできるんでしょうけど、いやそこまでのピアノの、まあ、音色というか、うん、出すのが逆に難しいんだろうなと、うん、でもね、吹奏楽で指揮者の先生がいてくれるおかげでできるってことがたくさんある。うん、ダーン、うんうん、こんぐらい、うん、こんぐらい。いやそれ多分普通にバンド、うん、とまあ、エレキだ、うん、エレキのね、うん、楽器がいなって絶対無理ですけど、無理無理、あここでだから、あの真島先生が書いてくれた組曲があるんだけど、それ の, あのドラマのイントロなんて本当こんぐらい、こんぐらい。いや、あとだからすごく思うのが、うん、普通にいつも例えばトロさんだったらお仕事でね、うん、いろんなレコーディングのライブやってる時の、え、なんていうんですか、こうドラミング叩き方、うん、まあ足でもいいんですけど、とそこまでのピアノ出すってまずないことだから、ないない、だから吹奏楽しかないよ。ですよね、うん、それってなんか逆にこうリズムが取りづらくなっちゃったりとか、ない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 、そんなことになったりしないのかなとか、しないしないしない、あまりにも違うから、うん、あんまりそれはない、ないですか、うん、面白い、面白い、楽しいじゃない、はあ、だってサイドスティックの音がでかいんだよ。絶対そうですよ、そうなったら、うん、サイドスティックの音をあのカモンカッもう気づかなきゃならないですよね、うん、あでかいっつって、そこまでこう音を抑えてやるって逆にすごい難しそうな気がして、いやそんなことないと思うけどな、うん、そう慣れちゃえば、それはやっぱだからやってないとね普通に例えばプロでお仕事をね、あのロック、まあ、ロックポップス系とかでスタジオなりね、うん、バックのあれサポートとかでやってる人に、うん、はいじゃあちょっと吹奏楽やってってできるもんじゃないと思います。あまあね、それはそうかもしれないけどね、そこまでピアノ、え、いや、うん、フォルテはね、本当にフォルテバーンって負けちゃうの。ああ、他の音にね、うん、いやだからかなわない、特殊な、もうブラス帯が思いっきりガーッ来られると、うん、ガーンってやっても負けちゃう。いやでも本当そのダイナミックス、うん、わあちょっとでもだから逆にダイナミクスっていうものを楽しめる。あでも多分そうなんでしょうね、うん、トールさんがここまでだからずっとさっき言った二十何年間、うん、まあそれはねトールさんの技術があって頼まれてるっていうね、うん、それはもちろん前提にあるんですけど、うん、いやだってめちゃめちゃ楽しそうにいつも話して、うん、まあ子供の頃の始まりが僕はそうだったからね、ジュニアだからね、うん、吹奏楽昔からなんか吹奏楽のね、そうそうそう、ニューサンズブラスの話とかをちょっとお話聞かせてもらった時も、うんうん、めちゃめちゃ楽しそうにお話をしてくるんですよ、うん、いやこの前またちょっと行ったんだけどさ演奏とかどっかで行ってみたい、いやめちゃめちゃ面白いよとかって話をされてるのはすごく僕もだから記憶残ってて、うん、面白いんですよね。大変でしかないんじゃないかなってずっと思ってたんですけどいやいやいや、でやっぱりあの各そのなんだろう、もうもちろんこんな低いとこからこんな高い音までのアンサンブルの各チームの集合体じゃないですか。はいはいはい、はい、ね、ね、サックスの中にももちろん上から下まであって、うんうん、フルートだっつうでしょ、うん、で上から下まであってこんな短いフルートから、うん、ね, ね、うん、こんな長いフルートまであ る,、うん、あるわけじゃないですか。で各そのパーカッションがいて、もういろんなそういう大低音が出る楽器までがうわーって揃って客席に向かってうーってメッセージを
送るわけですよね。もうねたまんないですよ。うん、たまんないですよね。だからいや本当に、うんうん、すげえなーと、うん。だからあの一昨年の紅白、はい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 、紅白歌合戦で天童さんが。あの天童さんのバックを桐蔭高校の吹奏楽がやってくれたんですよ。あ、そうですか。吹奏楽部が、はい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 、あの2年間やったのかな、うん、うん、面白いですよやっぱり。あ、そう、見てると気持ちが分かるな。気持ちが分かる。ここはもう気ぃ付かないでフォルテのままガーン行けみたいな。すごく面白い。今の時代がすごく自由になってきてるじゃないですか。そういうことが、はい、コラボが、うん、ね、コラボがすごくこう昔以上に今、うんうんうん、そういうコラボが多くなってきてるから、あのすごくね吹奏楽って面白いんで、これからいろんな使われ方するんじゃないかなと思いますね、うん、僕、うん、だから そういう使われ方をされた方がいいと思うし、ある意味、うん、もっと吹奏楽がね、もっと普通の人にもっと、うん、でもまあブームはもうすごいブームになっちゃってますけど、今吹奏楽ブームね、うん、本も出ればね、漫画になっちゃったでしょ今。愛すべき吹奏楽でございます皆さん。あのニューサウンズインプラス、ユニバーサルからアルバムが出ております、年号で分かれてます、はい、いろいろあのいろんなあの音楽のアプローチをしておりますので、ぜひ吹奏楽のアルバムも聴いていただきたい。ニューサウンズインプラスでございます。はい、よろしくお願いいたします。吹奏楽のコーナーでした。ありがとうございました。楽器教則 DVD シェアナンバーワン、アトスインターナショナルのギターレッスン見放題サービスがスタート。ブルース、アドリブソロ、 F マイナーというのはですね、音楽理論、こちらになります、機材セッティングなど DVD で人気の映像が100本以上見放題。アドリブ、スケール、音楽理論までギターの全てが分かります。アトスギターレッスン、今日からあなたもギタリスト。